推理はまとまったか？ええ、これまでに導き出した仮説の中に答えは必ずある。10年ごとに事件が起きて、現場には必ず赤い椿が落ちている。志島家は呪われているのかも。頼む、遥さん。俺は時軸の在りかと志島家にまつわる事件、あの白骨死体の真相を解き明かしたい。一緒に手伝ってくれないか？ここに書かれている話が本当に起こった事件だったの。この話に出てくるのよ、時軸が。登場人物を身近な人に当てはめてみたら？見つけ出してみせる、過去と現在をつなぐ糸を。君の観察眼は面白い、役に立ちそうだ。必ずトリックがあるはず。そして犯人を特定する手がかりも。だから私たちが見つけるんだ、犯人と犯罪の確たる証拠を。おそらくこの中に犯人が。私たちの中に犯人がいるんだな。もし間違っていたら冗談では済まんぞ。私は決して許しません。桜は満開の時だけじゃない、散りゆく瞬間まで美しいものだって。お若いあなたたちには決して理解できないことでしょうけど、なぜ赤い椿を置いていったの？あなたが時軸を使えば母さんは救えたかもしれないんだ。あなたが犯人だからです。結論は出たようだね。君の考えを教えてくれ。